船井城の廊下橋ローズマンブリッジは、映画マディソン軍の橋の舞台となった。屋根付け橋とは、屋根の付けられた橋のことである。橋の構造材の劣化速度を遅くする目的で、大いをかけたものや雨風を防ぐため、景観のためなど様々な理由から橋が多いで、囲まれている橋、世界的に広く存在し、あるいは、朧き橋、廊下橋、鞘橋、有害橋とも言う。 初期の橋は主に木製であり、特に木材資源の豊富な場所ではなおさらであった。木製の橋は外周から芯に向かって短期間で痛み、環境にもよるが9年程度の寿命である。上部に屋根を設置することにより、橋の構造体として使用されていた木材の腐食を防ぐといったことが行われた。そのような屋根付け橋の例としては、ローズマンブリッジなどが挙げられる。 屋根をつけることによって、橋の構成素材を保護した結果、寿命を八十年以上に伸ばせることもある。屋根付け橋は、ほとんどの場合トラス構造をしたトラス橋であり、単純構造のブラウントラスが選ばれることが多いが、その他のトラスも使われている。現在では、鉄、コンクリート、その他の建材が利用できるので、建材の保護のためというよりも、利用者の利便性のため、あるいは、 デザインのために屋根付け橋が建造されることが多い。日本日本初期に残る記述日本初期には、612年に、道国公が、御所の庭に、欄干、屋根付きの東風の橋を作ったという記録がある。愛媛県南部における屋根付橋湯げ神社の太鼓橋、ウィキメディアコモンズには、愛媛県の屋根付け橋に関するカテゴリーがあります。愛媛県の南予地方のうち、北郡内子町、 大須市の内急北郡川辺村などには、木造の屋根付け橋が現存している。消火栓にかけられているもので、農道として使用されていた道に付けられており、歩行者専用である。福音は2メートル程度、長さも5から10メートル程度のものが多いが、中には長いものもある。かつては、生活道路としてだけでなく、農作物の保管場所などとして使用していたものであるが、今日では、 かつての農村風景をとどめる産業遺産の一つとして多くは地域の人々の手により管理、保存されている。中には復元されたものもある。三行の橋、三島橋、ほ年橋、おびえ橋、り神橋、ふれあい橋、り王,王橋、秋滝たき橋、たまる橋、下宮橋、湯げ神社の橋、り卓寺の、円月の、円月げま橋、橋は、ん門つ橋、または、りゅうもん橋、ごうりペル橋、 アメリカ合衆国、ペンシルベニア州のヒルズグローブカバードブリッジ、土木学会関西支部編、図解、橋の科学なぜその形なのか、どう書けるのか ?P120 講談社2010年3月20日、発行 ISBN 978から4から06から25万7676から5、ありがとうございます。